はい、こんにちは、スーです。今回はこちら魔法石10個スーパーゴッドフェス引いていきたいと思います。はい、今回からね、新フェス源騎士王アルトリウスが、追加されました。ラインナップ見ていきましょう。はい、このようになっております。アルトリウスですね。はい、このキャラクターがなかなか面白くて、22ターン変身のキャラクター、元からスキブさん持ってるんで変身はしやすそうで、変身後のリーダースキルが、火を6個以上つなげてゲストダメージを 55% 軽減、4コンボ加算、チームのソウレアリティが32以下の場合 HP が2倍、攻撃力が20倍と、はい、レアリティ縛りのリーダースキルになってるんだよね。まあ、アルトリウス自身がね、もうすでにこれレアリティ変身後だと8あるので、32-8 しますと24ですかね。サムの平均リアリティを6以下にしとかないと HP 倍率と攻撃力倍率が入らないので、パーティー構築がめちゃめちゃむずそう。一応これね、村子さんがつぶやいてたんだけど、このチームのソウルリアリティが32以下っていうリーダースキルは、リーダーとサブモンスターのソウルリアリティが発動条件になっているらしいので、助っ人モンスターのね、リアリティは含まれないらしいんだよね。となるとどうなんだろうね。アルトリウスレアリティが8でまあまあ高いんで、こいつをフレンドに置いてリーダーのキャラをもうちょっとレアリティ下げた方が、まあ、パーティー組みやすくなったりするのかな。ちょっとまたあのパーティー考えます。で、一応耐久値的には2倍半減以上の2倍 55% 軽減なので、これ実質 HP の方が、2÷0.45 ですね、してあげると、4.4444 ということで、実質 HP 4.44 倍です。めちゃくちゃ高い。まあ、その分ね、サブがレアリティ低めのキャラで組まなきゃいけないので、普通にガチガチに組むよりも、まあ、そもそものステータスがね、下がるっていうのはあるので、どうなるのかちょっとわかんないんですけど、耐久値的には非常に高くなっております。で、覚醒ですね。10コンボ強化2個に無効貫通列が3つと、指覚醒やバインド耐性、スキル封印耐性なんかもしっかり1個ずつ持っていて、まあ、無難にめちゃくちゃ強い、覚醒ついたかなという感じですね。はい。で、スキル2ターンで、非列強化の覚醒数に応じてエンハンス、闇ドロップを火に、水ドロップを回復にと。これはなかなか熱いんじゃないですかね。まあ、ロボシリーズね、ノーチラスとかロイヤルオークとかね、同じようなスキル持ってますけど、まあ、あっちはね、2段階変身の、元の最初が25ターン変身から、25、6ターンで最後2ターンなんで、こいつ22ターン変身したらもうすぐにこのスキルがね、つくので、そういう意味では結構強いかなと思います。ということで今回はこちらアルトリウス狙っていきたいと思います。ちなみに今回のガチャね、ブラックバードなんかも出るので、サフィーラ、ブラックバード、ノーチラス、ロイヤルオークは今回いませんね。あとシーウルフもね、いますね。シーウルフ、ノーチラス、デイトナがいないのか。デイトナとロイヤルオークがいません。はい。まあ、サフィーラ、ユリシャなんかもね、いるんで、まあ、ラインナップ的には悪くないかなと思います。ちなみにアルトリウスなんだけど、明日ですね、2月1日火曜日12時から、魔法石100個プラス、Oシリーズ交換メダルが、8000円で販売されるので、これを買うと、Oシリーズ交換メダルで、アルトリウス、ミヤード、アルバート、サフィーラ、ユリシャなんかから1体ね、交換することができます。まあ、なので、最悪ね、他4体もうすでに持ってる方は、これを買えば、アルトリウス確定入手ね、することも可能です。はい、それでは早速ね、引いていきましょう。一応50回ぐらいね、引こうかなと思っております。まあ、一応、アルトリウスの、リーダースキルがね、固定通撃、オーグランディス。こいつもね、強くなりましたね。固定通撃を持っていないので、4コンボ加算だけなんだよね。火6個消しで。だから、まあ、アルトリウス、アルトリウスにしちゃうと、8コンボ加算の、オフェス原因ね。8コンボ加算入るだけで固定通撃がなくなっちゃうから、ちょっとね、パーティーまだ迷ってます。固定通撃のキャラクターと組むのか、もしくはアルトリウスにして、まあ、追撃を縦の追い打ちで組む、まあ、そうなると列消しができなくなるからね。まあ、無効貫通で十分な火力が出ると思うけど、フェス源いいね。いい感じになるね。ちょっとね、その辺迷ってます。まあ、どうなんでしょう。固定通撃で組むってなったら、相方、お待って。ノーチラスめちゃくちゃ引き、めちゃくちゃ引き、11体目めちゃくちゃ引きですね。ジェノスとか一応ね、固定300万ダメージ持ってますけど、どうなんでしょうね。ちなみにジェノスのレアリティは変身後星8ですね。はい、変身前が星7なんで、あれ、おいいね、ボインボインです。はい、エスカマリ、サブもね、アルトリウス、めちゃくちゃ動くな。ちょっともしこのキャラと組んだ動画見たいよとか、サブこんなキャラおすすめだよとかいうね、ありましたら、ぜひぜひコメントで教えてください。まだね、パーティー迷ってます。はい。で、まあ、最悪、今回ね、前回ブラックバードの時はもう出るまで引くっていう感じで追ったんだけど、今回もう50回でいいかなと思ってて、まあ、生放送じゃなくて動画にしたのもそうなんだけど、最悪ね、まあ、コンボ加算しか持ってないキャラなので、フレンド側だけアルトリウスっていうことが全然、まあ、
許されるかな、許されるかなっていう、まあできればアルトリースループ使ってみたいんだけど、まあ2月でねパズドラ10周年も来ますから、そこまでぶっぱする必要はないんじゃないかなと今回はね思っております。はい、まあラインナップ比較的いい感じなんで、まあ、おいマジか出たんだが早っ、え騎士王アルトリース、いいね、来ました、変身先こんな感じです、動いてますね、かっこいいですね、グロリアスキャメロット騎士王の品格と、まあこの騎士王ね、あのペンドラゴン系のキャラクターはね、どのゲームにも一体抱いていますからね、あーいいね、かっこいいね、あーそのそんな感じなの、剣いっぱいですか、ギルガメッシュ的な感じなのね、オッケーオッケー、はいアルトリース出ました、いいですね、早いわマジで、オッケーオッケー、まあラインナップいいし、アルトリース、まあ、2体持ってたら2体目出たらね自分でフレンド出せるんで、果たしてこれアルトリースアルトリースで組むのか、まあなんだ釘ドロップとかね、まあ、最悪別に縦の追い打ちでもいいけどな、やっぱアルトリースのスキル強いからさ、このスキルがループになるだけで全然違うと思うから、普通に縦の追い打ちでもいいかもな、耐久値もぶち上がるし、わざわざね星レアリティ制限かけてサーブを組むんだったら、リダフレの耐久値も 4.44 で揃えた方が高くなるだろうから、うーん、まあアルトリースが出なかったら、まあ、ジェノスかなんかと組み合わせてやろうかなと思ったけど、ちょっと出ちゃったんで、今回はアルトリウスアルトリウスでちょっとやろうかな、ただまあ俺本当に追い打ち忘れがちだからそこだけ怖いんだよな、まあいいでしょう、よしよし気楽にいけるわ、ちょっと出落ち感すごいけど、ラインナップ的にはね結構いい感じだけど、やっぱり10周年がねもう来ちゃうから、正直まあなんだろう、その動画で使うとか、まあ俺がこういうね YouTube とかをやってなかったら多分、いやそれでも引いてるな俺、ダメだわ、 YouTube やってなかった頃からもう、ね、ガチャ来たらすぐ引いてたから無理だわ、石貯めるのとか無理な人なんで、目先のねあれに全部ぶっぱしちゃう人間だったんで、昔から金ねえ金ねえ言って、今とかあんねえわ、貯めれる人はね間違いなく温存した方がいいのかななんて思いますけど、でもどうだっけな、パズドラ別に何だろう、その周年でめちゃくちゃ強いガチャが来るってよりかは、まあ、周年で普通に石配ってくれるよって感じだから、まあでもそのブラックバードほど今回のアルトリースっていうキャラはどうしても引きに行けって感じのあれではないよね、むしろまあ期間まだ1日あるから、ちょっと一旦待って1日目のみんなが使ってみたの感想、強い弱いみたいな、お今回引き強いね、シール出ました、その他の人の使用感見て、あやっぱサブが組みづらいからきついわなのか、いやこれは強いぞなのか、おいちょっと待って、えぐいんだが、ノーチラス、ブラックバード、シールフ、出るロボ全部出た上にアルトリウスまで出て、ちょっと待って、これ、俺、明日本当に事故る可能性ありますね。運が良すぎるぞ。この引き超えれる、おい！サフィーラまで出たんだが、ちょっと待って。やばい。もう、なんか、全部出てない？当たり。あ、金が、金が出る。そうかそうか、転生系のねレアリティが、まあまあそういう意味ではまあそうだね、この辺のレアリティも落ちてるから、まあまあまあサブは昔に比べてね星制限のサブは上がりましたね、敷居は低くなりましたね、いやいいね、モリグもヘスゲンですよ一応、えぐいマジでロボ全部出たが、もうこれ金が出た瞬間に転生キャラっていうのがね分かっちゃいますね、これはい転生芝ですね、ハブだよな、そうなると。何入れよな。おい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 、アルバートまで出ちゃう。マジで、別にいらないけど、ユリシャぐらいじゃないか、出てないの。動く、その、シリーズで、フェスゲンの最近のやつ。別にいらないけどね、全然、足りてるし。むしろアルトリウス2体目のが全然嬉しいんだけど。これやばいな、今回のガチャ。50連でこんな、50連もしてないからな、まだ。はいはい、みんな買うし、
ぶっ壊れだわこれ、このガチャ強すぎる。いや50連するつもりだったけど、これいよいよひっくり言うなくなってきたな。正直全然やめてもいい。なんか普段だったらもうちょい引くかってなるけど、今回ガチで引き強すぎるから、ここでやめたら大勝利なんだよな。引き際も大事ですからね。ちょっと一旦これで、これラストにして、ボックス見に行こうかな。引きを今回の。えぐいよ、本当に。いついつ。はい、ということで、グランディスからですね、これで10、20、30、40連ちょうどになっております。引き的には、はい、やばいっすよ、これ。ノーチラス出て、そうですね、ブラックバード、シールフ出て、アルトリウスも出ていると。その他のヘスゲンの引きも結構いい感じ。サフィーラも出てるもんね。アルバートも出てるし。これマジで今回のガチャで俺超える人 いないんじゃないか。ちょっとこれやめとこうか、この辺りで。もうこれ10連引く意味がねえわ。ちょっとね、冒頭で50連引くって言ったのに、サムネが多分40連に分かんないけど、40連しか引いてないから、あ、こいつ神引きしたんだなってのが簡単に分かっちゃうんだけど、この引きはもう全然やめていいやつだわ。ちょっとさすがに終わります。はい。一応ね、アルトリウスとかシールフの排出率が 1.5% なんで、これ40連でほぼほぼ出たのは相当熱いですね。はい。ということで今回は大勝利というね、結果になりました。いや、ちょっとこれコメントが怖えわ。まあまたちょっとね、アルトリウスの使ってみた動画も上げていこうと思うので、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録、高評価、コメントの方もね、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上となります。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。では。